どうも、メダです。三国武将やっていきたいと思います。はい、本日はアップデートをやってまいりましたね。そちらを見ていこうかなと思っております。まずはじめに、黄巾の乱鎮圧戦3ということで、まあ、また多分同じようなイベントなのかなと思ってます。ですが、まあ今回ちょっと変わっているものが、報酬が変わっておりました。一応ね、まあ前回、前々回と同じもので、まあステージをクリアして、まあ、どんどん、ポイントを貯めていこうというものです。で、武将の出陣と休憩は、0時でリセットされ、まあ、すべての武将を回復させるのに、金貨が300必要です。まあ、前回と変わらないですね。はい。で、ステージでは、戦闘終了までに倒した敵兵数に応じてポイントが加算されます。そのあと、日ごとのボーナス属性武将を、出陣させることで、ポイントが 1.5 倍になります。ということで、まあ、赤、緑、青色のやつですね。それぞれ変わってきます。で、また日曜日だけ、全食っていう形になると思うので、まあ、その時に稼ごうっていう感じです。はい、あとは時間でもボーナスありますんで、しっかりとできるだけ早い時間でクリアしましょうという形になると思います。まあ、基本みんなオートでやると思うんで、まあ、強い武器をつけてね、どんどんやっていこうというものです。で、報酬の方はね、今こんな感じになってます。この報酬はまあまあまあって感じなんですけども、個人討伐ポイント報酬っていうのが結構いいものが来てます。うん。まあ前回は、まあ星3から星6の金武将、まあ1、2はそうだったんですけども、まあ今回、なんと、星6の玉石がもらえるんですよ。うん。まあ自分的にはこれかなりいいのかなと。星6の玉石が3つ合計もらえるんですよ。90万ポイントと100万ポイントの時に、1個2個ともらえますので、うん。これで玉石かなり、パワーアップするのではないかなと思っております。で、星5の玉石もね、合計5個ぐらい手に入るんだよね。うん。なので、まあ、ありがたいですね。自分的には玉石ね、幻影討伐、結構やってるんですけども、玉石がやっぱなかなか出ないので、うん、運が悪いんだって全部海さんに持っていかれてる感じがするので、ちょっと確定でもらえるのはありがたいです。まあ、これでね、赤の星6とか出てくれれば嬉しいので。まあぜひ、皆さんも。まあ特に無課金の方ですね。まあ、すごい課金しまくって、自分修羅ばっかやるよ。金札ばっか出しまくって、それでいいよっていう人は、まあ別にやらないでいいかもしれませんが、まあ基本的にこれはやった方がいいと思うイベントなので、しっかりとやっておきましょう。そして、全体討伐ポイント報酬っていうものもございます。個人ポイントである程度ポイント稼ぎますと、これで、もらえますんで。全体でね、この報酬は一瞬でいっちゃうと思います。まあ前回前々回と一日で多分クリアしてたはずなんで、これは確実にもらっていけると思います。なので自分で50万ポイント獲得しましたら、これ全部もらえる形となりますので、ぜひぜひやってください。そして肉まんもね、なんやかんや台がね、どんどん溜まっていく形となります。なので、皆さん、ぜひゲットしてあげてください。で、補足としまして、各ステージでボスとの戦闘中に、旗兵が出現。スキル攻撃等でボスとの距離が大きく離れるなどで、ボスの体力が回復してしまうことを確認しています。ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承ください。って書いてるんですよ。これ前回、前々回もそうだったんで、まぁ、ちょっと気をつけようって感じです。うん。まぁ、体力回復してしまうことがあるんで、ちゃちゃっとボスは倒した方がいいよっていうことですね。はい。まぁ、この修正はされなかったみたいなんで、まぁ、とりあえず、ボスが出たらささっと倒しちゃいましょう。で、それ以外に今回のイベントで、一応この黄巾の乱鎮圧戦3のパックが来てます。中身の方が、肉まん台が3つ、星4から星6の宝器箱が3つ、星4から星6の武将巻物の食が3つとなってます。期間的には1月17日から1月31日までとなってますが、3000円なんですよ。まあ自分的に多分買わなくていいと思います。はい。まあ、金がね、6.3% 出るっていうのはありがたいんですけども、いや、いるか?そんないるかな?っていう、ね、思いですので、まあ、自分はこれは買わないでおく予定です。多分買わなくていいと思います。うん。これよりかは、ま、肉まん買って、幻影討伐戦、野良で、いけるように頑張った方がいいのかなと思ったりもしております。で、そして、あと、これまだ残ってんの?これまだだよね。あ、延長されたんですね。システム不備が継続的に発生していることが確認されており、皆様には大変ご迷惑をかけてしております。年末年始武将ガチャに関しては、
下記の日付まで延長して開催させていただきます。ということで、1月31日はね、うん、このガチャあるらしいですね。まあ自分はまあメインの方、孫書庫で星12、サブの方は基本的に金貨課金はするつもりはないので、はい、これはやらないです。はい。もう自分はこれで、このガチャは引かないかな。うん、前回引いたんで、もういいでしょう。で、あと一個。あと一個。こちら。コンテンツチャレンジキャンペーンの結果に関しては、はい。一応、一番最後の撃退数がクリアされなかったらしいです。いやー、まあ、ちょっと人が減ってるっていうのもあるし、まあこれ、スコア出してしまえば、もうやらないっていう人も多分、ね、多かったと思います。まあ自分も、一回だけパッと最後の方にね、やっただけになってしまったので、すいません。まあ、これはクリアできなかったですね。もうちょっと頑張ればよかったのかなと思いますが、残念でした。で、そして、すげえな、ソラリスさんとかすげえな、1217なんて倒してないんですよね、自分。絶対無理だわ。ソラリスさん、スタホネさん、シウスさん、ジェームズさん、スーパーチョウチョウさん。まあ、上の方ほとんど、あれかな、ツイッターでいる方なんで、ぜひ、おめでとうと言ってあげてください。おめでとうございます。皆さん、おめでとうございます。すごいな、自分どれぐらいにいるんだろう。てか、入ったのかな？入ってるはず、入ってるはず、そろそろ出てくる。あれ？あれ、俺でいくつだっけ？あ、いましたね。47位に、1080。最後の最後でなんとかクリアすることができました。まあ、とりあえず47位で100位以内は入れましたので、獲得できるっていうことでいいのかな？うん。まあ、とりあえず、こんなもんでいいのかな？星読みさんもいるし、海さんいないのかな？海さん最後、いけたのかな？自分が47位で、海さんもっと上にいた感じがするけど、あ、いた、15位。さすがだな。はい、自分はこれを、また引いていこうかなと思います。で、武将法制の実装日程につきまして、うん。こちら、法制の実装を延期することといたしました。マジで？今日でしたよね、本当は。うん、残念でした。アップデートが正常に行われない場合もある問題と、それに付随する法令上の問題のため、本日の武将法制の実装を延期することにしましたということで。まあ、また出るでしょう。1月の後半には出るんじゃないかな。それを待って、自分はまた、法制をゲットしていきたいと思います。まあ、馬長とかもね、1月中には来るって言ってたんで、1月末かな。まあ、その時期待しておきましょう。一緒に来ると、来るのかもしれませんね。はい。期待しておきたいです。で、報酬の方っていつもらえるんですか？武将巻物とか。あれって、すいません、見てなかったですね。コンテンツキャンペーンの方は、報酬の配布については後日改めてお知らせいたしますなので、まあ、今回は残念ながらこれもらえませんね。うん。星6の武将巻物金銀、引きたかったんですけども、引けませんでした。まあ、それ以外の、なんだっけ、ステージクリア。ステージクリアのものと、木牛。木牛の方もね、うん。まだだらしいんで。またそれが来たら、この、星6の金武将とかを開けていこうかなと。星6の金銀武将ですね。どちらかわからないんで、とりあえず金が出てほしいですね。うん。まあ、銀でも、超越のために置いとくっちゃありなんで。まあ、来たらまた動画にさせていただきます。何が弾けるのか楽しみです。その時はお願いですから、損傷庫だけはやめてください。悲しくなっちゃいます。結構おったの、損傷庫出ちゃうとね。まあ、サブ、まあ、今回サブで、崖上はやってないんであれなんですけど、サブの方でもね、取れてたら。孫書庫でもよかったんですけども、はい。まあメインの方では孫書庫出ずに、まあ自分が今育ててる両夫とか、その辺かな。両夫、あと宗人、巨長とか、あとは、長領が欲しいかな。うん、その辺が出てくれると嬉しいです。はい、ご視聴ありがとうございました。まあ本日はここまでとさせていただきます。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。では、また次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよならー。